斉藤利市は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。明智光秀の家臣。春日局の父。血統的には、斉藤道蔵とは別の系譜で、本来の美の斉藤氏の一族。ただし家系には、諸説あって、半然としない。父は、斉藤泉守。母は、荷川近史順の娘である。親順の孫となる、 荷川親町の妻は、年市の姉妹であり、刑譜上の錯誤の可能性がある。徳川三木には、斎藤年市は、明智光秀の妹の子と書かれているが、後世に編纂されたもので、根拠は不明。斎藤年市と明智光秀の年齢差を考えると、妹ではなく姉だとする説もある。資料として、光秀の妹と記されているのは、光秀の性質の姉妹である。 その母は、石ヶ谷三政に再化し、娘を設けた。前室は、斉藤道蔵の娘であったというが、資料的な裏付けはない。皇室は、稲葉一鉄の娘で、斉藤理重、斉藤三にあり、それに、末娘の福良を生んだ。福は、稲葉茂道の幼女となり、江戸幕府の第三代将軍、徳川家光の乳となり、県政を誇った。天文三年。 斉藤都市県の次男として生まれる。都市像は、実家の石ヶ谷来達や明智光秀と同様に、幕府の方向衆の出身であり、上京後に、摂津国の松山信介に仕え京都白川の軍事を、務める、ついで、斉藤義達に仕え、後に、西見の三人衆の一人、稲葉一徹が、お出しへ願いると、それに従い、稲葉氏の家来になったとされるが、 家来というよりはよりきだった可能性が高いとする指摘もある。後に、軍港の割に工遇されていないことへの不満と一、鉄への還元を知りけられたことから稲葉家を致死し、明智光秀から召し抱えられた。さらに光秀は、縄直寺も引き抜こうとして、訴訟沙汰まで起こしていた。光秀の人材投与にかける思い入れの深さと姿勢が見られ、 光秀の経営の真骨頂と評価されている。光秀には徴用され、明智秀光と並ぶ明智氏の筆頭ろうとして用いられた。光秀の丹波平定後、一万国を与えられて丹波黒い城主となり、表情軍統治にあたる。天正十年の本能寺の変の直前、四国の長祖壁元地下が光秀の家臣で、親戚関係にあった都市とやり取りした書状が、 見つかったと、林原美術館と岡山県立博物館が発表した。書状で元親は四国侵攻を計画していた信長の命令に従う意向を示しており、岡山県立博物館の内池秀樹主館は、本能寺の変直前のやりとりが資料で初めて明らかになった。本能寺の変に影響を与えた可能性があると話している。天正十年、光秀が、 本老寺の変を計画すると、藤田行政、溝修芸部長、明智秀光などの一部の重心に計画を打ち明けているが、都市もその中に含められている。都市は、その無謀さから秀光と共に、光秀に対し反対したと言われている。しかし、主君の命令には逆らえず、また、光秀の恩義に報いるため、結局は、 本能寺の変に首謀者の一人として参加せざるを得なくなったとされる。本能寺の変にて、織田信長、織田信忠、義帝、斎藤理事を討った後、備中から引き返してきた、橋場秀吉との山崎の戦いでは、先方として活躍するが、敗れて逃走した。山崎から逃れてからは、大見志賀軍の片田に潜伏していた。この地は、光秀の重心一回修帝の領地であったが、 終廷が都市像を騙して捕獲し、秀吉に突き出した。一緒に潜んでいた、都市像の息子二人は切られたとされる。6月18日、市中引き回しの上、六条河原野で処刑された。23日、光秀と都市像の首と胴体は繋がれて、三条、慌た口で、改めて卓刑となった。その後、都市像の以外は友人である江市の海北遊町や、東洋傍聴生が、 夜間に奪い取り、長森が住職を務める新女堂へ葬られた。現在も、友松と並んで、墓が建っている。月下の石膏山崎の戦いを前に偵察に、赴く、片田浦の月山崎の戦いに敗れ、片田に逃れた月岡義都の月百姿より二点。ありがとうございます。